皆さんこんばんは、ななみです。今日は2017年買ってよかったなと思うものを紹介していきたいと思います。それではビデオスタート。じゃあまず1点目はこちらです。ディオールのフィックスイットカラーというものになります。でこちらは肌のくすみとかを改善してくれるものになるんですけど、中がこんな感じになってて、色味はブルーになってます。フィックスイットカラーをね、今実際に仕込んでるんですけど、これおでこのあたりとか頬骨のあたりだったり、口のねこの周りとかこの顎のあたりとかに入れると、ね、くすみをきれいにカバーしてくれてて、なのでねこれ本当おすすめです。なんかやっぱこうパッケージ見るとねちょっとリップに見えちゃうんですけど、こう下地にね仕込んでいくものになってます。はい、続いてはこちらザセムのコンシーラーになります。こっちがこんな感じで液状のコンシーラーなってて、こっち側はスティック状になってます。若干色味もね違うんですけど、私はこっちをよく使ってます。このザセムのコンシーラーはみんながいいって言ってる理由がねすごい分かったんですよ。まずねよれにくいっていうのと、私乾燥肌なんですけど、まあ、特に乾燥もしなく、とってもクリーミーなので馴染みやすいっていうのと、まあ、なんて言ってもね、私そばかすがすごく多いんですけど、そばかすがすごく綺麗に隠れます。ナーズのコンシーラーと、まあ、あんまり変わりはないかなって思うんですけど、値段がね本当に全然違うし、こっちとねこういうスティック状もちゃんとついてきてるので、気分だったりメイクによってね使い分けができたりとかするので、このコンシーラーはね本当に出会えてよかったなと思ってます。安いしね、みんながいいっていう理由がね本当に使ってみてやっと分かりました。続いてはこちらクラランスのダブルセラムになります。でこちらはね最初に買ったもので大きいサイズになってて、もう使い終わっちゃうのでこっちの小さい方を買いましたっていうぐらい気に入ってる美容液になりますね。香りもすごくいいんですけど、こんな感じでねすごくとろーっとした液なのにサラサラしてて肌に馴染んでくれます。これも本当に香りもすごいいいし、買ってよかったなと思ってるもので、私あの美容液って結構こうオイル状すぎても好きじゃないんですよ。なんかなんか油感がすごすぎるものも好きじゃないし、かといってあんまこうさらっとしすぎてても嫌なんですけど、これはね本当にちょうど良かったので気に入って使ってます。で肌の調子もすごくいいし、あのこれは買って良かったなと思ってます。で続いてはコスメじゃないんですけど、こちら、パナソニックのナノイードライヤーになります。でこちらはね口コミとかでもねすごく評判いいし1位だったので買ったんですけど、これ使ってからなのかな、結構髪の毛の調子が良くて、なんかあのコメント欄とかでもななみさん髪の毛すごい綺麗になりましたねっていうのをあの書いていただいたりとかして、まあ、トリートメントのおかげもあるかなと思うんですけど、乾かした後に髪の毛がこうサラサラになるし、乾くのがすごく早くて、やっぱこれ1位なだけあるなっていう感じ。別に重くもないし、普通にふわっと使える、音はね従来のこうドライヤーとそんな変わりはなく、別にうるさいとも思わないし静かでもないし本当普通の音量なんですけど、私は本当ドライヤーとか全然こう気にしたことなかったので、これを使ってねやっとあのこれがすごいドライヤーなんだなっていうのをね気づかされたので、これもすごくおすすめです。続いてはこちらネイルキットになります。でこちらはこのライトだけじゃなくて、いろんなものがセットになってて、こう初心者の方でもジェルネイルを始めやすくなってるキットになってます。もうね、私もうずっとマニキュア派だったんですけど、ジェルネイルを始めるようになって、ジェルの方がねちょっと楽だなっていうのは感じてます。撮る時にね大変なのはもちろんなんですけど、まあそれ以前にこういろいろ料理してたりとか、なんかこう爪切って引っかいちゃったりとかした時に、あっっていう気にしなくていいっていうのが本当にねノンストレスでできるっていうのがもうねいいなと思いました。もうこのジェルネイルキット買ってよかったなと思ってます。続いてはこちら加湿器ですね。こんな感じで、お見える、これは楽天で1位だった加湿器なんですけど、寝室がすごい乾燥するので、なんかいいの欲しいなと思ったらね、これが1位だったので買ってみたんですけど、本当にこれすごい良くて、まずねこの吸水の部分がねすごい楽なんですよ。なんか従来のやつってこう自分で
これごと持ってって水入れるみたいな感じだったと思うんですけど、ここが開いてこの中に入れられるので、ペットボトルに入れた水とかをバババババババって持っていけるシステムになってます。とかこういろいろねモードがあるので使いやすいです。そう、これを使ってから結構喉の調子がいいんですよ。やっぱりこういう加湿器ってこうね、水を入れる作業が結構めんどくさいっていうのがあったので、こういう風にね、ペットボトルとかそういうので入れられるっていうのが一番良かった点かなと思います。まあ、あとは結構コンパクトサイズになっているので、こう場所を選ばないし、まあ、色がホワイトとブラックなので置いてても私の家にはすごく合ってるなと思いました。で、ね、これはアロマもついてるし、あのいい香りも楽しめて加湿もしてくれるっていう感じなので、あのすごくね気分が良くなります。これは連続60時間使えて、であと湿度設定もできるし14畳対応してるみたいです。うちはね結構こう寝室が狭いので、もうなんか起きた時に結構ねやばいことになってる時とかもあるんですけど、まあ、それぐらいね威力があるっていうことなので、普通にリビングとかに置いても大丈夫なものになってます。あとはなんといってもこたつ、これはねニトリで買ったものなんですけど、このね机自体はケーズ電機で買いました。初こたつということでね、もうこれはね本当に買ってよかった。こたつがある生活が初めてなので、本当にダメ人間になりそうっていうのもあるんですけど、今年の冬一番買ってよかったと思ってるのはこのこたつです。はい、ってことで今回は2017年に買ったものでお気に入りのものを紹介させていただきました。もうどれも本当にね買ってよかったなって思ってるものなので、皆さんにね知っていただけたらなと思います。この動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。バイバーイ。